こんにちは。お、ロンタ君。僕も5歳。ロンタ君はいつもお口が開いてるね。うん、そうかな。鏡で見てごらん。あ、ほんとだ。みーちゃんと違う。僕、お口開いてる。お口が開くのは、お口の力が弱いからって先生が言ってたよ。お口の力？お口の周りには、たくさんの筋肉ってのがあるんだけど、お口の周りの筋肉は、食べたり、飲んだり、お話をしたり、笑ったり、泣いたりするお仕事をしてるんだって。へえ、お口の周りの筋肉はすごく頑張ってるんだね。でも、どうして僕はお口が開いちゃうの？きっと、ロンタ君はお口の周りの筋肉の力が弱いから、お口が開いちゃうんだよ。お口の周りの筋肉はもぐもぐ、かみかみ、よく噛んだり、お話をしたり、歌を歌ったり、よくお口を動かすと力が強くなるんだよ。そうなんだ。みーちゃんはお口を閉じて30回なんでもよく噛んで食べてるんだよ。30回？すごいね。どうするとそんなに噛めるようになるの？お鼻で息をしてお口を閉じるとよく噛めるよ。園のみんな、お鼻で息ができるかな？練習するとお口がしっかり閉じられるようになって奥歯でぐーっと噛めるようになるよ。お鼻で息をしてよく噛んで何でも食べると風邪をひきにくくなって元気いっぱい遊ぶことができるよ。僕も兄ちゃんみたいにお口をしっかり閉じて奥歯でよく噛んで強く元気にいっぱい遊べるように頑張るよ。お口をたくさん動かすとお口の周りの筋肉がもっともっと強くなるよ。お口を動かすあいうえ体操って知ってる？あいうえお？違う、あいうえ体操だよ。一緒にやってみよう。うん、やってみる。まずは大きなお口を開けて、あーあー。次はお口を横に、いーいー。次は唇を尖らせて、うー。最後にベロをしっかり出してベーベー。もう一回一緒にやってみようね。せーの、あーいーうーベー。このあうんび体操ってね、ご飯を食べる前にやるといいんだよ。ただし、毎日やってね。わかった。僕も毎日やってみる。みんなもお口をしっかり閉じて、よく噛んで食べようね。それから、あいうえ体操をして、お口の周りの筋肉を強くしてね。それ